クレードヒーブ MR、クレーモアクレーモアは、スコットランド人が使用した剣。クレーモアの語源は、スコットランドゲール語の大きな剣を意味する、クレードヒーブ MR から来ている。このクレーモアの名で呼ばれる剣は2種が存在する。一つのクレーモアは、15世紀から17世紀にかけて、使用されていた両手持ちの体験のこと。スコットランドコーチ人が、 氏族間構想やイングランドとの戦争で使用した。当時のヨーロッパにおける両手用剣としては小ぶりで、素早い剣の動きが恐れられた。1メートルほどの闘身を持ち、ツバは刃に向かって傾斜した形で左右に大きく張り出しており、先端には飾りの輪が複数ついている。飾り輪は主に4葉の形をしており、見た目上の大きな特徴ともなっている。 バスケットヒルとクレーモア、カゴ柄クレーモアもう一つのクレーモアは、18世紀より使われ出したカゴ柄の片手用刀剣である。いわゆるブロードソードの一種で、バスケットヒルテッドソード、バックソードとも呼ばれ、サーベルに近いものである。スコットランド人部隊で好んで用いられ、第二次世界大戦でも用いられた。ロシア帝国の騎兵部隊でも、同様の様式のものが用いられており、 ロシア語ではパラーシュと呼ばれる、スコットランドゲール語由来の英単語一覧。ありがとうございます。